衝撃の四大陸選手権優勝からこの世界選手権ショートでは3位、ステイプルスセンターにはカナダ国旗メイプルリーフが揺れています。18歳ですが最も洗練されたスケーティングを持つこのパトリック・チャンです。新世代の台頭、バンクーバーを前にロスで頂点へ。史上最年少王者誕生なるか。最初のトリプルアクセル決まりました。トリプルルッツ、ショートではスピンは全てレベル4、全ての要素が揃った選手です。演技の後半に入って2つ目のトリプルアクセル、今度はコンビネーション。あっと、シングルトーループがつきましたけれど、トリプルアクセルは成功でしたね。被害は最小限にとどめています。トリプルサルコー、非常に深いエッジです。トリプルループの予定がダブルループになってしまいました。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ。ダブルアクセル。最後のジャンプを終えた。
込まれていくステイプルズセンター。最後のスピン、史上最年少王者へのチャレンジは、パトリック・チャンの思いは届いたか。カナダ国旗が揺れています。ステイプルズセンター、豊かな表現力、質の高いスケーティング、存分に魅了したパトリック・チャンです。荒川さん、はい、この歓声ですよ。そうですね、ただ本人やはり予定していたジャンプが2つ、回転が予定していたものより少なかったので、ちょっと足りないっていうような表情しましたけれども、ただそれ以外の部分本当に素晴らしかったですね。パトリック・チャンは4回転を現時点では飛ばない選手です。ですから本田さん、はい、トリプルアクセルの出来が非常に重要になってくるわけですが。そうですね、そして練習、6分の練習でもそうですが、アクセルの確率が少し悪かったので、はい、少し心配な、もう彼自身演技の前に何度も確認をして滑り出しましたよね、はい、決まって本当に良かったです。そしてこのステップです。改めて本田さん、良さというのはどこに見ていますか。やはり一つのステップ、この足を変えた後の一歩目の流れですよね。そこからのスピードアップがやはり素晴らしいです、はい、そして左右のバランスですね。右のステップが良くても左が良くないということがあるんですが、彼は両方バランスよくステップを踏めますので、はい、やはりそういった面が評価されると思います。18歳の笑顔、最後はこの表情。さあ、最終組最初に演技を終えたパトリック・チャンの得点です。自己ベストは160点という得点、それに近い得点が出ました。テクニカルエレメンツ 78.93、 プレゼンテーションスコア 76.10、155.03 は高得点です。さあ 237.58、 もちろんトップ小田が2位に下がる。そしてチャンの演技に残り5人プレッシャーがかかります。